こんにちは、ちやほです。はい、ということで本日もですね、天気のいい東京でございます。今日もですね、風がすごい。これからですね、バレエ団がありまして、で今日も、対面レッスンでちょっとこっちゃんを、教えをさせていただきに、行くんですけれども、はい、今日はですね、お家帰ってちょっとゆっくりね、ご飯を食べながら、以前にインスタのストーリーでトークテーマ募集みたいな感じで募集しておりましたので、ちょっとそちらをいくつかピックアップしながらお話ししていきたいと思います。まあそんな感じで今日も一日、夜まで頑張っていきたいと思います。それでは久しぶりにトーク動画いってみよう。はい、ということでリハーサル終わりまして、5時過ぎでございます。これから、平井に行って対面レッスンがありますので、ちょっと急いで向かいたいと思います。では行ってきます。はい、ということでお家に帰ってきましたよ。で、今からちょっと晩ご飯なんですけど、もうね、夜も遅いので、まあヘルシーかヘルシーじゃないかちょっとよくわからないんですけども、安くなって出ましたので、おなんか美味しそうなお豆腐の上に大葉と長芋と納豆と、これ何だっけ、メカブやんな、メカブかな、はい、これをただただ乗せるだけのやつにしようと思います。もうめんどくさいので火は使えません。日本に帰るとこういう簡単な料理がすぐできるのが本当に嬉しい。もうだって今切るものといえば今この長芋だけですから、参考になるかちょっとわかんないんですけど、すっきりさっぱり食べれるネバネバ系です。まだまだ暑いのでね、食欲ない方とかはいいんじゃないかなと思います。近況報告と言いますか、最近の私と言いますと、まあ相変わらずこんな感じでいるんですけど、この間ですね、ワークショップが終わりました。初級も中級もね、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございますという感じで、なんかね、受けてくださる皆さんがね、温かいんです。本当になんかね、お写真皆さんとね、撮らせてもらったんですけど、あ、撮りますっていう感じで、なんかすごい協力体制が見えて、いや、やっぱちやほチャンネルの視聴者さんは本当にみんな温かいんやなっていうのがすごい改めて実感いたしました。で、まあ初級レッスンと中級レッスンと2つやったんですけど、まあ、どちらも厚さはあるんですけど、初級と中級とまた違う厚さという感じで、そう、それがなんか面白かったんですけど、こんな優しいね、皆さんたちと過ごせて嬉しいなという感じです。はい、この豆腐もう半分にしておきましょう。半分、大豆が多いですね。お豆腐も納豆もそうですけど、この長芋ちゃんをのせちゃいます。もうほんとこれだけですから、ほんとにね、ネバネバもええとこ、私の好きなものだけ詰め込んだ豆腐のせいです。そう、そしてですね、この間はとある撮影をいたしまして、2つ撮影したんですけど、まだ言えないんですけど、2件撮影をいたしまして、1件はもうすぐ YouTube で公開されるんですけど、もう1件はまだちょっと先なんですけれどもね、はい、ちょっと情報解禁をお待ちいただければと思うんですけれども、もうね、どちらもね、楽しかった。では納豆をのせます。そして大葉を洗った方がいい、
ごめんなさい、もう自分しか食べないのでもう洗わない、ごめんなさい。大葉さんを散らします。はい、もう本当に嬉しい。長芋、大葉、オクラ、この3つがいつでも手に入る状況っていうのも本当に嬉しいですね。夏バテの方いいかもですね。皆さんちょっとやってみてください。はい、そしてまあ納豆とメカブに味はあると思うんですけど、まあ一応ちょっとめんつゆ、ほんの一瞬ごま油、お完成です。もう我慢ができない、早速食べます。はい、ということで、まあ、ちょっと遅いんですけども、ワークショップの時にね、この京都レモネードというのをいただきまして、なんかね最近流行ってるのかな、ちょっと飲んでみます。乾杯。いや、美味しい、美味しいじゃないですか、これすごい美味しい。いただきます。お、ネバ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 、うん、おいしい、うわ最高。そしていくつかねインスタのストーリーでトークテーマを募集させてもらったので、いくつかねちょっとピックアップしたいと思います。ではまず1つ目、お部屋探しはどんな感じで決められましたか。はい、お部屋探しですね。いやー、もうね内見もせずにこのねマンションに決めました。特にそんなめちゃくちゃここにこだわって決めたっていうところは正直ないんですけど、まあ、あの移動のしやすさとか、あとはあの水回りが綺麗か、はい、あとはもうさすがに日本なんでバストイレ別がいいなと思って、バストイレは別ですし、まあ写真見た時に、あ、洗面所はちょっと大きそうやなと思ったんで、あ、それはいいなと思ったんですけど、思いのほか収納スペースもあって、ひとまずここに決まって住むことができてよかったです。でもまあヨーロッパというかスロバキアのアパート事情に比べると、まあ、基本的にどこに住んでも日本はやっぱり綺麗なんかなっていう感じですかね。なんか本当にうわみたいなありますから、ヨーロッパここには住めないみたいな絶対あるので、まあでも日本やったらまあそもそものレベルがね高いので、うん、なんかまあどこ住んでもいい感じはありますね。うん、では次は日本で不自由に感じていること、まあ、これはですね私がスロバキアにいたからなんですけども、人が多いです。人が多くて、移動とかはね疲れますね。うん、まあ、本当にスロバキアは大阪の人口よりもちょっと少ないぐらいやったんですかね、確かそんな感じの国に住んでおりましたので、やっぱりなかなか人が多いのにはなれないので、うん、ちょっと毎回移動が大変やなっていうのはあります。まあでもね日本なんでね人多いしね、しょうがないですね。しかもこの東京で、あ、それはしょうがないんですけど、あと、まあ、これも本当に個人的な感じなんですけど、独り言を言えなくなったって言っても言ってるんですけどね、本当に日本語でスーパーとかで、え、これ何々ちゃうみたいな、そういう本当に独り言ではないよなぐらいの声量で普通に独り言みたいな話してしまうんですけど、それをね日本ではできなくなったことですかね。うん、やらないように意識はしてるんですけど、うん、やってるみたいですけど。あとはですね、家賃とは別で水道代とか電気代とかを払わないといけなくなったことです。まあこれはまあ当たり前なんでしょうけど、もともと本当に家賃込み込みで、スロバキアではねどのアパートに引っ越してももう全部込み込みの値段やったんですよね。そうで、なので本当に家賃払うだけで住んでたんですけど、水道代も電気代もとなると私ちゃんと払えてるのかちょっと不安です。はい。まあ、いろんな支払いがいろんなところでしないといけないっていうのは、まあ、ちょっと不便があるなって感じですけど、まあそれは自分勝手な話なのかもしれません。あとはね、これはね前々から思ってたんですけど、牛ミンチとか鶏ミンチとかね売ってる量が少なすぎる。なんか普通に1キロのミンチドーンとか1キロの胸肉ドーン、もも肉ドーンみたいな感じで、野菜もそうですね、本当になんか全部こんなちょっとの量でこんな高って思って、まあね高いのは物価が上がってきてるのであれなんですけど、うん、スーパー一つ一つの量が少なすぎるとか、まああんまり量り売りもないところもそうですかね。うん、そして東京とスロバキアのバレエ団の違い、
バレエ団の違いというと、まあレッスンしてリハーサルしてっていうのは特に別にそこは変わりはないんですけど、レッスンが2つに分かれていることですかね。うん、毎回結構バラバラなので、まあ、リハーサルをしててもこう言われるところが間違ったりっていうところはありますね。結構スロバキアだともう足の使い方とかそういうことすごいめちゃくちゃ言われてたんですけど、まあ日本だと結構まあ上半身の使い方とか、まあ、そういうところを結構言われたりとかっていうのはありますかね。うん、まあでもそれぐらいですかね。まあ基本的にスロバキアでもだいたい6時まで仕事があって、はい、今もまあマックス6時までみたいな感じなんで、まあ、終わりの時間はそんなにまあ変わらんかなっていう感じではあります。では次、改めてバレエのどんなところが好きかっていうところなんですけど、新しい先生にいろいろ教わったりとかしていく中で新しい注意とかもねたくさんあって、なんかこんだけバレエやってんのにあこんな注意のこうされ方とか、あなんか知らんかったなと思ったり、本当になんかそういういろんな注意を受けることによって本当にあやっぱりバレエって奥深いんだなっていうのを改めて実感して、どれだけ追求してもねやっぱ完璧っていうのは難しいですし、うん、どれだけ追い込んでもあれもこれもっていうね欲がやっぱり出てくるので、やっぱりバレエに対して一番欲深くなれるというか、うん、こう自分がどう踊るとかそういうことに関しては、うん、なんかどこまででも欲深くなってしまいますね。30歳キャリアアップというところなんですけど、まあ、日本に帰ってきて、まあ、いろいろね今までオンラインでやってきたことをオフラインでできる機会もねきっと増えると思いますし、この間もねワークショップもさせていただいて、なんか本当にねすごい楽しかったですし、まあ、オンラインでもね教えさせてもらってますけど、オフラインでも、もう普通に対面でもっともっと、まあ、物理的に距離がある場合はもちろんねオンラインにはなってしまうんですけど、オフラインでもねもっとねあのレッスンできたらいいなとかっていうのはすごいね思いますね。日本に帰ってきてこう教えをさせてもらう機会っていうのもねあのだんだん増えてきているので、はい、なんかもう少しあのたくさん教えていきたいなっていう感じではあります。でまあスタダに入ってまだ間もないんですけど、まあ、まだまだこれからですね。はい、まあ、ちょっとリハーサルにも参加するようになってこう、あこういう感じなんだなっていうのがあの分かってきたので、はい、まだまだもっともっと慣れて、うん、もっともっと頑張りたいなと思います。んでは最後いきましょうかね。チアコと愉快な仲間たち公演の裏側、その今回公演をさせてもらった会場の座席とそのサイトでの座席の表記が違って、新しい座席表を作ったりとかっていう風にしてたんですけども、チケットを買ってくださった皆さんの席と会場の席の、 あの、ね、数字が、ね、違ったので、もうこれはですね本当に裏方として働いてくださった皆さんがもう本当にねもう会場ギリギリまで手作業でね貼ってくださってたんですよ。そうなんです、もう本当にあの戦乱石、はい、紙で貼ってあったと思うんですけど、それですねもう手作業で貼ってくださってもう大変やったと思うんですけども、そしてちょうどね私たちはリハーサルをしていまして、その時に、はい、そのねリハーサルもちょっと押したのかな、もう終わったのがね本当にギリギリで、そう本当にね会場時間ギリギリまで確かねあのゲニプロリハーサルをやってまして、そう、そのリハーサルが終わったと同時ぐらいにあの紙をね貼る作業も終わりまして、なんとか会場時間には間に合ったんですけど、はい、ちょっとね切羽詰まった感じではありました。そうで、あとはね公演自体をするというのが初めてだったので、まあ、ケータリングとか買うにせよどれぐらい買えば十分なのか足りないのかなんか分からなくて、で足りない方があかんなと思ったので、うん、ケータリングをねいっぱいあの頼んでしまいました。そう、公演当日の動画にもケータリングの映像多分あったと思うんですけど、そう結構な量がね余りまして、はい、次の日一生懸命私がサンドイッチとか食べておりました。
まあね、まあ、本当に東京に来てガラッと変わったんですけど、いろんなことが。まあでもね、ベースとするバレエはスロバキアにいた時から全く何も変わってないですし、私のベースは、まあ、本当にバレエであって、このバレエという太い軸のこの、周りにそういろんなこともあったりするんですけど、まあ、日本に帰って、まあ、改めてバレエを頑張ろうっていういいきっかけになりましたかね。まあ、プロなので頑張る頑張らないとかそういう話ではないんですけど、まあ、気持ちの切り替えがしっかりできたかなという感じですかね。なんでこれから、まあ、もちろん、まあ、自分もバレエ団で頑張りつつ、オフラインでレッスンもしつつ、そして、まあ、レッスンだけじゃなくてバレエしてないけどもジャゴチャンネル見てくださってる方も参加できるような、なんかね、レッスンだけじゃないそんなイベントもできたらいいなとかっていうふうには思うので、はい、まあ、もしこんなのもあったらいいなって思うものがありましたら、ぜひぜひコメント欄にもお待ちしております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。